6月6日交流戦まとめ、ごいほー。勝ったー。カード勝ち越しや、栗ナイスピッチング、新井さん100勝目おめでとう。栗林はすげーな。いやー、日ハム戦勝ち越しはほんまにでかいわ。結局ソフバンに弱すぎただけ。パリーグが苦手なんじゃなくてペイペイドームが苦手なだけな気がしてきた。4勝2敗3となら4やっとるよ。よし勝ち越してるな。タイムリーなイニングで取らんのや。63。はい、お疲れ様。カープ強かった。タミヤ個人分、負けました。いくら天才タミヤでも4番はきついって。5番の村6番松本は失敗だったな。2戦目で謎の打線組み替えで滑ってくるった。レース上げてくれ。新庄打順真面目に頼むよ本当。残念だけど野村はこのまま本物にはならないようだな。まあ鈴健3点は予想通り、打てない打線が悪いわ。野村にも問題はあるが、その前になんだこの打順は。わしこわしこわしこ、勝ったー。3立てだー。宮沢りえの3立てきた。藤井おめでとう。空もおめでとう。空ちゃんナイスセーブ。太田もなんか覚醒してんな。夢のスイーツ来た。3連勝夢をありがとう阪神。セリーグ行って3立て気持ちいい。今日はもう本当に藤井に尽きるわ。遅延をするわ。8回ワンアウトまでイニング食ってリリーフ休ませるわ。言うことなし。森本堺休めたし藤井最高や。はい負けました。あっさり負けすぎ。今日は1点で打ち止めか。近本の4番は今日でやめとけな。どん負けまくってB2でも落ちないと岡田は佐藤あげないやろ。貯金なくなった。まあ勝ちと使わずに済んでよかったわ。負けるならって負け方だし、まあなんとも。石井切り式が休めてよかったわ。やっぱどんでんが言うようにノイジーが必要だわ。4番に入ると打撃内容が大山になる現象なんなん。すごい。もう感情の抑揚がない。オリホーまさかの勝ち越しなんて。久しぶりの勝ち越しや。松さんありがとう。ベースありがとう。まともにやったら危うかった。完全に相手の自滅やけど、まあ西川がこれで復調してくれればまだなんとかなるかもしれない。もしかしてわい西川の声初めて聞くかも。西川ユニ買おうかな。俺だけが西川を信じてた。龍馬の4番はハマるかもしれないな。はい負け越し。松と森はなんならできるんだよ。負け方が良くないよな。勝てないにしても昨日今日と疲労感しかない。石田は初めから投げれる状態じゃなかったんだろ。多分伊藤光かわいそうすぎる。オリックス戦かなり対戦成績いいはずなのに。あと一本があと一本がハマスタでどんだけ負けるんだよ。もう巻きにサードやらせないか。先発が1イニングで降りたらそら負ける。そのせいで明らかに悪い山崎帰れなかったし、城山オースティンお疲れ様。こんな試合でよく頑張りました。スワホー交流戦貯金スター。下には下がいた。西武打線に助けられまくり。うおー4連勝。こんなに危なげない勝ち方本当にヤクルトなのか。刑事おめずっと西武さんとやりたい。高津のお株をオーバーバント攻めに助けられた。癒しの西武3連戦だったな。スピードなくてもやっと田淵で良いと思うわ。今日は大はしゃぎして明日から現実見せられるのに備えよう。負けましたー。弱い弱すぎる。采配云々以前の打線のひどさ。ヤクルト強すぎ。借金だらけ。もういい加減西武ファンやめるわ。また明日な。カズオと鍋の勝率一緒やん。もう今シーズンは大股振るってくれ。ぬるま湯使ったままの選手はもう成長の見込みもないだろ。ヒットが出る出ないの次元じゃないよ。バットに当たるか当たらないかそこから。シンプルに弱いな。殿崎怪我で完全に終わった。初戦わけわからんところで今下ろしたのが全て。勝ったがね強い。ドラゴー珍しく普通に勝った。ビシエド加藤ありがとう。大丸ようやっとる。柳も2年ぶりかバンテリンで勝つの。やっぱ見えてレビは勝つな。ローオーダーコロコロすんなよ。うまくいければ2勝1敗もいけたのにね。しばらくウサギでいいな。守備がために加藤。普通のスタメンを組めば普通に勝てることが証明された試合。阪神が逆噴射してる間に距離縮めたいね。加藤のヒロインは激レア。負けた場合バンテリンでスイープは至難の技やな。交流戦一番相性悪い球場で勝ち越しならオーケー。まあずっと勝ってたし止まる時はこんなもんやろ。楽天交流戦単独首位が尺だが今度うざいな。とりあえずシュートを出したくないほど状態悪いなら休養兼ねて落としてほしいな。だんだんどうでもいいとこでしか使われなくなってんな中村。アキラの劣化がシャレにならないレベルだな。バンテリンドームでは9年ぶりのカード勝ち越し。セリーグで一番苦手なビジターなので本当によくやったと思う。しかし山川はそろそろ打たんかな。ヒットじゃなくてでかいの。負けたよー。まあ7点ビハからはきついわな。まあよく食い下がった。守備が硬いとこには勝てん。さすがに失点しすぎたな。久しぶりの負け越しだ。サード安田なら5対4くらいになったのでは。このカードずっと守備の差がね。2アウト1 2塁で打つ気なかった西野が悪い。西野は今日のような無気力打席なら交流戦出さないでほしいわ。打てなくても一生懸命やれよ。そもそも巨人ってソフトバンクに勝ち越してんだろ。普通に強いよ。まあ完封は阻止したし高野ハムも負けたからのダメージ。やっほー。これで交流戦3カード連続勝ち越しだー。何やろってって最終回絶対追いつくんちゃうんかい。話が違うぞ。佐伯が魔法を解いてくれたおかげやね。よしよし門脇最後は頑張った。バルドナード西立ありがとう。お疲れ。井上の勝ちが守られてよかった。いやー去年もやったけど交流戦本当に強いな。ホームランは正義。大城戻ってきたのでかいな。岸田大城小林巨人のアドバンテージ復活。巨人は全カード勝ち越しか。これですげーな。交流戦ブーストしそうだな。しかし相性良かった岡本がお目覚めしないのだけは心配や。最強のタイムリー巨人打線。栗もここから勝ち越し積み重ねていけたらええな。交流戦折り返し4勝5敗をやっとる。勝ち越したが打者の怖さが日ハムの方がバンクより上だった気がする。石原良かったんじゃねえの。栗と組んで7回1失点で支給もなし。坂倉は勝ってる今休ませるべきなんじゃないかな。龍馬抜きで10連勝した時のようにランナーいる状況でホームラン打ってんだからタイムリーがないとかどうでもいいわな。末金は今年のボールでもちゃんと打ててるな。タミヤは本当にいい選手になるんだろうな。打ち方が天才的。明日の大瀬良でまず頭を取りたいところ。2カード連続負け越し痛すぎる。鈴健は頑張った。新庄はさ打順がご褒美みたいな考えはやめてくれよ。ダメなやつを落とすだけにしてくれ。タミヤの前に盗塁しとタミヤの後ろに弱い打者2人では4番にした意味がなかった。うん丸復活しないときついね。軍事も1日休ませてくれ。そろそろ清水との村を下げてほしと代打要員の選手を。新庄の中では打順上げれば誰でも喜んで気合入ると思ってないか。今日の良かったポイント試合が早く終わった。どこだ相手の時の打順で通せばよかったのにな。貯金2桁が遠い。明日ヤクルト松本健吾かタミヤ不在。うん丸不調だとつそう。1点が大事になりそう。ガザ地区にいる楽天ファンの仲間たちみんな無事に脱出しろよ。4勝もしてる藤井でも多分阪神相手じゃなかったら藤井が8回途中まではなかったよな。言っちゃ悪いけど弱かったな。ベース見つかったわ。リーグに戻ったらまたボコされるんやろ。セリーグの子になりたい。代打
の神様、あと一人からの逆転ホームラン、完璧藤井、なんて素敵な3立て、名勝今井、今井自らマウンドに行って交代告げるのも良かった。4日3得点、5日3得点、6日4得点、33の4や、交流戦単独首位来た。近本ひっそり14打席ノーヒッツ、ひっそりだから大丈夫、西のタイムリーの1点って、前側のバット折れすぎやろ、もう少し A の使った方がええんちゃうか、もう1点か2点なんだもん、野手は死ぬほど給料下げたらええわ、森下みたいにフォアボール選ぶとか、姑息なこと考えずに初球からどんどん振っていく意識改革が必要なんじゃないの、交流戦型のボーナスステージなっとるやん、飛行、再起登板まで勝てません、森下、近本、中野、前側以外の野手、2分の野手と総入れ替えした方が点入りそう、誰を4番にしても無理やでこれ、火の吹くようなスイングしてるのは、森下だけになってもうた、勝てないから指揮し出す機会すらない、太田の打順の並びに未来を見た、高島にはちゃんとウイニング投げさせろ、ブルペンデーにしてる余裕ないだろ、西川は良い時も悪い時も常に淡々としてるよ、高生産連投の謎、初日は1球だったからだろ、高島は来季以降谷の要因として使えそうやな、この球場でオリ横浜が恒例の乱打戦にならないのはいかにボールが飛ばないことか、ここから西川の巻き返しに期待、なんとかオールスターまでに5割行きたいの、やっと強制来一気になってきた、西川打つと中川打たんし、困ったもん、行かれたオーダーで2連勝なんだから、明日も行かれたオーダーだろうな、3位まで7ゲームとか大したことない、宮城戻れば一気にいける、巻きのエラーって点に繋がるんだよな、恐ろしい子だよ、今日の負けはマジでダメージでかい、内容は押してて安脇でやられて、ミスでさらにやられるって最低な試合だわ、なんで今年こんなに先発投手の故障多いの、ひどすぎない、石田マジかよ、今の横浜で3か4番目に良い先発なのに、オースティン3番にしても2番打てる人いないしな、3番オースティン4番筒香はいい感じなんだが、もう渡来昇格させよう、やっぱり1点差や同点で安脇出しちゃダメなんだよな、佐野は松山と同じ感じだろ、代打で使っておけよ、菊池吉川のセカンド見てると、牧のセカンドはさすがに無理だよな、あと塩見が復帰すればベストメンバーだよな、まあいつ戻るか知らんけど、高橋よかったな、次は7回まで投げてくれ、西武の暗黒力を甘く見すぎていたことは否めない、もう少し拮抗するかと思っていたが、もしかして根拠ないけど上向いてきたかこれ、終わってみたら被安打さん、さすがに負けないな、抑えは石山から田口に戻ったのかな、中6日で回ってるけど、最近高橋調子いいな、あとやっぱ田口はメンタルの強さが抑え向きだな、明日から初回バントはやめてほしい、清原地味にロレス回ってないように聞こえるけど気のせいか、首位と6ゲーム差しかないのが驚きだ、まあ明日から離される可能性高いが、一時期打っていた小勝、佐藤、蛭間が揃ってひどくなってきた、毎試合のおのを阻止するのが大変そう、カズオも開幕当初は勝ててたんだし、休養十分で戻ってくれば勝てるんじゃね、負けてる展開でバンバン松本渡るが出てくるけど出していいのか、勝ち試合が存在しないってのはあるが、もし満塁でボテボテのクソゴロの1点のみだからな、マジで泣けるわ、四球で出塁してから長打が欲しいな、ツーベースから四球だと嫌な予感しかしない、逆転が選手集めてミーティングとかしないのかね、とにかく4、5分で攻撃を終わらせる、速攻野球をやめろ、勝率がタミヤの打率以下になってんじゃん、なんでノーマンでいつも三振矢印ないやゴロなの、ホームラン数はパリーグ2位なんよ、打てないチームってわけでもないやろ、阪神ファン願ってるけど、うちの弱さ目の当たりにしたら、ファッション暗黒だったのを実感するんじゃね、当リーグにこんなバケモンチームなくてよかったわ、小田は自らのミスを盗塁で取り返したのが良かった、チームトップの4盗塁目は見事、肩の立場なくなっちゃったけど明日以降どうするか、とりあえず楽天戦は代打でいい、来週は DH ありだから立浪は使うだろうけど、代打な方ならあり、相手がビビることもある、やっぱりビシエド人気あるな、とりあえずこのスタメンで1週間固定してほしいな、田中は体力きつければ山本でも良いが、近藤は時々フリーズするな、もっとビシエド使ってほしい、この1勝マジで大きいわ、なんとかモチベ保てる、柳田抜きでも強かった、日本シリーズでまた会いましょう、これでバンテリンドームでの通算成績は14勝20敗3分けになった、近藤だけ打者としてのレベルが違う、 NPB 全体でも頭一つ抜けてる、とりあえず打順いじろう、近藤のはちゃめちゃ解説と田村のいい声でなかなか楽しめた、山川よても出塁して点に絡んだりしてるからな、これおかげで近藤のマークが若干甘くなっとるし、まあ東浜は今日の内容も正直クソだったし、打球もケツとはいえ直撃してたし、しばらくローテ飛ばしてもいいんじゃないかな、栗原3番じゃねえだろ、柳町セカンドゴローテよ、河村の出番が全然なかったな、理由がなんかあんのかな、ネクスト城島健二がタミヤ君とは、ホークスに打てるキャッチャーはいつ出てくるのやら、ホーム3試合ビジター6試合で6勝3敗は普通に上出来だ、楽天上がってくるなら上がってくる方がいいか、どんどん混戦になった方が絶対いい、中村接種がなければ接戦だった、しかも打撃でブレーキ、まあ代打を出したのは吉井も思うところあったんだろう、今後も強軍にしてほしいわ、小川の守備見てると、もう藤岡帰ってきても小川使いたいよな、藤岡も上手いけどな、まあサードが穴だからそっちで使いたい、本職だし、沢田は最近ずっとノーコンだな、心配になるぐらい、残り5勝は最低ノルマ、広島はともかくホームで横浜中日なら6の3以上で1敗、ごめんね谷保さん、また来てください、巨人は体勢がいなくても外人ストッパーの当たりくじを引けて羨ましいな、うちも引いたはずなんだけどな、小川はこの守備のまま怪我せず打てるようになれば3年後には1億円プレイヤーだ、追い上げて焦らせて簡単には負けなかったから、今日は良しとしましょう、大型だ悪い試合だった、秋広の守備やろ、あれ取ってくれんと投手はやってられへんで、秋広はせめて普通レベルの守備できるようになってくれ、これで交流戦優勝争いは楽天と巨人が一歩リードだな、もうちょっと嬉しそうにインタビューしてくれよ阿部監督さ、門脇も気分リフレッシュで2軍だろ、ノーアウト満塁であれはな、丸のおかげで助かったけど、自己犠牲やめた瞬間これまでが嘘のようにめちゃくちゃ点入るようになったな、丸復活の可能性を示唆していたがここまでとは思っとらんかった、それと立岡がなくてはならない選手になるとは夢にも思わんかった、今の打線なら松田でも点取るだろ、2番ヘルナンデスは併殺は増えそうだが、あんなもん必要経費ですよ、俺は確信したよ、今年の優勝は巨人、しかし阿部見直したわ、よくぞ交流戦で立て直した、最後までご視聴ありがとうございました、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。